皆さんこんにちは。今日はですね、クイックモーションその説明をしたいと思います。クイックモーションっていうとなんか素早く投げるっていうイメージがあるんですけど、実際素早く急いで投げてしまうと肝心なコントロールが悪くなるので、クイックモーションっていうのはコツはこんな感じで投げます。ピッチャーがセットポジションを指定して、本来であれば足を上げて移動して投げるんですけど、この足を上げるっていうところを省いてあげるだけでいいんです、クイックモーションっていうのは。なのでタイミングはいつも通りですね、こっからそのまま投げる感じです。一回投げてみます。一球目は普通に投げてみます。こんな感じですね。次はクイックモーションで投げてみます。皆さんどうでしょう。こんな感じでランナーに走られないように、塁に釘付けにしてあげるようにクイックモーション上手に使ってあげてください。それとバッターもタイミングを変える時もランナーがいなくてもクイックモーションというのは有効です。ぜひ練習してみてください。今日は以上です。もっとピョンピョンピョンって蹴って、皆さんこんにちは。元阪神タイガース近田です。今日も走塁ですね。走塁の、トレーニング、うまく早くベースランニングができるコツっていうのを、やります。野球場に行ってダイヤモンドを使って、走塁の練習するのは、時間的にも効率が悪いので、簡単に公園でもできるような練習方法を今からお教えしますね。じゃあ見ていてください。ベースがあります。
かもしれない、走ることができるかっていう練習をやりますね。はい、次ここから行きます。はい、カップ。はい、次ここから。はい、カップ、カップ、カップ。こんな感じで、類をこう回り込む練習を重点的にやると、コツがつかめます。で、面積もここにスペースいらないので、ぜひやってみてください。今日は以上です。